スタッツマン軍は、アメリカ合衆国のオセダコタ州にある軍。2005年の推定人口は2835人で、軍庁所在地はジェームズタウンである。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積5952平方キロメートルである。このうち5753平方キロメートルが陸地で、199平方キロメートルが水地域である。 総面積の3.34%が水地域となっている。スタッツマン群は62の軍区に分かれている。スタッツマン群の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査で、この群は21,908人、8,954世帯及び5,649家族が暮らしている。人口密度は4、平方キロメートルで2、 平方キロメートルの平均的な密度に9817件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人97.53%、アフリカン・アメリカン0.28%、先住民0.94%、アジア系0.37%、太平洋諸島系0.04%、その他の人種0.21%、および 根結0.64%で人口の0.93%がヒスパニックまたはラテン系である。人口のうち52.3%がドイツ系、18.0%がノルウェー系移民の子孫である。8954世帯のうち28.80%は18歳未満の子供と暮らしており、52.50%は夫婦で生活している。 7.50%は未婚の女性が接待種であり、36.90%は家族以外の住人と同居している。32.70%は独身の居住者が住んでおり、14.60%は65歳以上で独居である。1世帯あたりの平均人数は2.28人であり、家庭の場合は2.89人である。 軍内の住民は22.80%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が10.50%、25歳以上44歳以下が25.70%、45歳以上64歳以下が23.30%、及び65歳以上が17.60%にわたっている。中央値年齢は40歳である。 女性100人ごとに対して男性は96.50に見て、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は93.20人いる。この軍の世帯ごとの平均的な収入は33,848ベードルであり、家族ごとでは42,853ベードルである。男性の28,529ベードルに対して、 女性は2397 0米ドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は17,706米ドルである。人口の10.40%及び家族の6.80%は貧困線以下である。18歳未満の13.00%及び65歳以上の10.50%は貧困線以下の生活を送っている。 ジェームズタウン近郊を通るグリーン川。中、それぞれの行政規模に関わらず、ノースダコタ州のコミュニティはすべて都市と呼ばれている。ノースダコタ州、スタッツマン郡の基礎情報。全国カウンティ協会。2008年9月27日閲覧。アメリカが州国統計局。2008年9月27日閲覧。アメリカンファクトファインダー。 United States Census Bureau,http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。